日本大分県津久美市セメント町国道217号沿いにあるセメント町停留所セメント町は大分県津久美市の地名。人口は336人、世帯数は167世帯。郵便番号は879-2443。セメント町は北を、青江川、南を JR 九州日本本線で区切られ。 東で津久美市港町に接する概ね三角形の区域で中心を東西に国道217号が貫通し、北に向けて大分県道217号薄着津久美線が分岐する。津久美市では、ごまから山をはじめとする産地の豊富な石灰石資源と深度が深い天然の良好である津久美港を活かして古くからセメント産業が盛んであり、 1917年10月に桜セメント九州工場が開設されたのを皮切りに、1919年11月に大分セメント、1934年に太平セメントが相次いでセメント生産を開始し、セメント産業が市が中心産業となった。1967年4月にはセメント工場にちなんで工場の正門付近の地名が、 セメント町と改められた。ただし、工場自体はこの地区の北側の徳浦から合わせの元町にかけての地区にあり、セメント町には、社宅や寮などしか存在しない。なお、小野田セメントの創業の地である山口県山陽小野田市にも、同様にセメント産業を由来とするセメント町が存在する。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 ありがとうございます。